歩だ、駅間散歩するな。じゃあここで入金、今のうちに入金しとかんとかんわ。そっちから行こうかな。さてね、ああもうこっちで止めときゃよかった。あそこも24時間600円でめちゃくちゃこっちの方のがお得だったじゃないかとね、大後悔してますけども、後悔しても仕方がありません。ということでね、こっからね何をやろうかって言ったらね、いつものやつですよ。ターミナルを取ったら次にやるのは 何をやるかって、うちのチャンネルは駅間散歩をやるわけですよね。さあってことでね、本当間のどっかでやるかなと思いましたけど、まああの何せおお狭い路地、フリーキップがないってことはね、あんまり乗り降りをね繰り返すとね、これはあのなかなか厳しいところがありますから、ここからね一つ隣までね行こうと思いますよ。あら精肉屋さん、あらお肉屋さんがある。あでもここはお肉だけかな、コッケとかなさそうかな、ないのかな、はあ、ランチやってます。あお寿司屋さん、チラシ500円か、500円安いな。いやしかしね、やっぱ30度超えてくるとマスクしながらの移動はきついですね、はあ、いやこれはまあまあ答えるな。あでもいろんなお店ありますね。静岡の構造が全く分かってませんからね、今来る途中で島田市ってこんなとこにあったんやとかね、あ岩田市って浜松と静岡の間なんやってね、へーって思いながら来てますからね。どこれはあのやはりちょっと静岡県の方に見られるとまずいかもしれませんね。あまりにもちょっと知識がなさすぎるとね、少しは調べてからこれってね、あでも一回お茶飲んでみたいですよね。やっぱしお茶あの意外とね、あの八女とかのお茶も違いますけどね、静岡とね見えてねお茶のね味全然違うんですよ。これはねあの分かる人ならば分かるんじゃないかなって思うんですけど、ジーンズを直し、裾直しの専門店とかいろいろありますね。で、ああ一つ大通りみたいな感じになってますね。こっちずっと行ったらあれかな、うどん屋さんなんかもあるし、ちょうど お昼のど真ん中なんですよね今の時間。ちょっと歩いた先のところにしようかな。あ、こっちにもバンバン出てる。いや、待て。カラオケバンバンどんな気持ちして作ってんねん。あ、ちなみにこれ、沈んでってる橋も、これも風情ありますね。風情あるな。とっとこね。あら、風情あるじゃないですか。水の水位結構ありますね。なんやかんやって雨降ってますからね。ああ。面白いな。橋の上に駐車場があるんや。これ橋の上やんな、まんま橋の上やで。ふまあ土地の有効活用っちゃ有効活用ですよ。おお走ってきました、いいじゃないですか、ね、あれも新型のやつですね。ここはなんか制限速度、あの相当カーブが急でしたからね、制限速度が結構ゆっくりなんで、動画を撮るにはこれは非常にまた風情があっていいじゃないですか。で、あのそう新型作業をね、そう静岡鉄道さんはねガンガン導入してる。これも地方鉄道でも珍しいんですよね。まあ新造作業を作るっていうのも珍しいんですけど、うん、であのね比較的あの自分のところで新造作業を作ったらもう使い倒すぞって感じで、ね、使いまくるもんなんですけどね、まあまあだいぶね使ってた車両ではあると思いますけど、とはいえね、じゃあ置き換えますって言って新造作業をさらにまたねどんどん作るんですよね。それであの高頻度運転をねずっと実行してるっていうから、これはあの地方鉄道の中では異例中の異例ですよね。しかもあの沿線が丸々競合とか JR と被ってるっていうのも面白いですよね。どうなんだろう、ちょっと事情は違うけど広島の電鉄になんかちょっと近いのかな、五日市とかあの廿日市の方とかまでねあの通ってるあっちの方、
廿日市線でしたっけ、宮島線でしたっけね。あれもずーっと JR と、あの、沿線でずーっと走ってるじゃないですか。で、細かく、電停の駅があると。あっちは電停ですから、さらに細かいですけどね。あるっていうのが静岡で、あの、広島の特徴で。それでね、バッチリその沿線被っとるけど、あの、ちゃんとね、その、住み分けというか、競争で、がね、成り立てるっていうね、構造。すごいですよね。そして、いい加減これちょっとマスク辛いぞ。ね、熱中症になるぞこれ。ごめん、ちょっと外す。どうだろう、外したらだいぶ声通るんかな。ああ、いやこれ外さんと気持ちいいわ。ちなみに千歳町の2番地なんですね。千歳町の2番地、これ、四日市になったらコンビナートのど真ん中ですね。あの、日本板ガラスさんとかがあるところが千歳町の2番地ですからね。あの、この前、昔の動画でね、ありますよ。あの、小野田踏切っていうのね、小野田1号踏切か、っていうの、あの、ちょっと変わったね、あの、ワイヤーでガビューと降りてきて、手動でね、あ、手動って言ってもあの、テレ、あの、スイッチですけどね、スイッチを入れて下ろすっていうのがあって、そこのところの動画でね、ちらっと映ってますよ。うん。あの、板ガラスここ、みたいなね、やつが映ってます。そこら辺がちょっと捨てちゃうのに。だいぶと、様子は違う。だいぶとんかつ始まる。いや、偉い。えらい味のあるとんかつ屋さんですね。とんかつか。で、あ、そっか。こっちに来るとエスパルスなんですね。そうです。清水エスパルスですもんね。あのとんかつ屋さんちょっと気になるな。へえ。もういろいろとあるみたいですけど、もうちょっと先まで行こうかな。あかん、暑い。さあ、ちなみに何も考えやんとこっち歩いてますけど、いいよねこっちで。ね、日がこっちに出たよ。ほんで今ほやで南西の方に向かっとるはずなんです、これで。太陽の位置はそんな変わりませんからね、日本のどこかにおるんやったら。多少、緯度は変わっても、太陽があれば、とりあえずね、行っとる方角とかは分かりますからね。よし。暑い。あ、わさび漬け。そっか。富士はね、富士だから、富士山の麓でわさびが取れるのか。わさび漬けがあるんですね。何あれ、食事どころ厚焼き卵。またこう、あ、居酒屋なんや。居酒屋味玉、ね、すごいですね。メニューに卵がドーンって乗ってますね。何どういうこと、どういうこと、どういうこと、何ですかこれ、わかりますね。ちょっと道が道なんで渡れませんけど、今準備中みたいですね。うん、まあ夜しかやらないでしょ、居酒屋ってなってますし。居酒屋のメニューとしては独創的すぎますね。向こう側の通りの方がなんか食べ物屋さん多いな。そこも焼き鳥屋さんありますもんね。あ、バス走ってんじゃん。バス走ってんじゃん。バス乗りたかったな。いや、いいや。何せね、まだちょっとダイエットしてないといけませんからね。まあ、だいぶとね。まあ、あの、溜め込んでしまいましたからね。脂肪を。この先の、中尾のね、あの、キャンペーンでね。結局ね、19口まで行きました。20乗らなかったですね。
ちなみにうちの先輩は22口って言ってましたね。言ったなーってちょっとびっくりしましたけどね。多分ね、家庭持ってる方なんで、ね、家族で食べに行ったらね、多分ちょっと数が稼げるとかそういう裏技使ったんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょう。ラーメン矢吹、何これ、ラーメン屋さんですね。へえ、わ、満車で、おっとっと、ほう、満車だけどさらに入ってくぞこれ。おお、これはしかもえらい、ああもう大渋滞だよこれ。多分うまいんでしょね、控えときましょう。ラーメン矢吹ね、はいはいはい。結構県外ナンバーもあるんで、有名なところなんかもしれませんね。はあ。ね、そのラーメン屋さんのうまいところも。これはね、ただね、控えとかないといけません。後々ね、来ることになるかもしれませんからね。そうそうそう。で、清水エスパルスのマークがあった。日本平って言ったらあれやん。清水エスパルスのあれですよね。スタジアムって日本平スタジアムですね。ああ、そうだ、そうだ、そうだ。へえ。この下を走っとって、あ、もうそこだ。近いな。もうそこに駅が見えますね。1時10分。あ、まあまあ、そろそろ食べてもいいかもしれない。あ、電車が来ましたね。ここまでまた面白いホームなんですよね。これ JR が行くでしょ。横走ってるからすごいですね。ここへ。常に4000、伏線状態ですからね、すごいね。で、あれ来ましたけど、あれ面白いのが、島式ホームみたいに見えて、島式じゃないんですよね。なんて言ったらいいの？真ん中の線は完全に下り専用で、別で単式ホームっていうの？端にもう一ホームあって、どっちも右側から乗れるような仕組みになってるというの、面白い構造です。で、ここで面白いのが、端々にある駅も、ちゃんとしてるって言ったらいいのかな、ちゃんとホームもあって、即席で作りましたよって感じのあれがないですよね。これは、線型。面白いですよね。独特の顔ですよね。これは、でも、地図鉄でないと見れませんからね。これ、下から降りていけるの、ここ、駐輪場なの？え、だから、いちいちなんかガード下とかなんか変なところに行ってたらあれですよ、ゲロ。ね、こういう、橋になってるところの下に、ここの下を駐輪場にしてるんだ。なかなかすごい工夫を凝らしてますね、静岡の街は。あ、もう折り返してきた。あ、そこで行き違ってたんだ。へえ。普通ローカル線でね、ああ、もう乗りたい、電車が行ってしまったってなったらね、大変ですからね。この前の名勝線でこんなことやったら大変ですからね、ダメですからね。2時間待たされますからね。もう、その後のね、予定もね、何も下手くりもなくなっちゃいますからね。なんですけど、ここね、違います。何せ10分に1本。この、臨時で、ね、運行が減ってる中でも10分に1本ありますから、ね、全く焦る必要はありません。よし。その前にこれどうやって渡るんだ？え？ここまっすぐ行けない？歩道ないっすよね。え？どう渡るのこれ？あ！何？ここから渡れるの？え？どういう構造だ？これでさっき言っとった、駐輪場かって言っとったんですね。もう本当に駐輪場だ。へえ。で、あ、駅がこっちなんや。こんにちは。桜橋駅。県ですね、自転車降りてつく。あ、ここを壊されるようになっとって、こっちを通らんでもいいようになっとるんですね。面白いな。そして、通行は、右側通行なんですね。あ、こんな感じ。あ、
鵜飼について、で地下道があってこう、あ、これ本当はなんかここから生きるんやけど今工事やってるもんでなんかこうなってるんですね。ちょっとえらい変則な時に来ちゃいましたね。大丈夫ですよ。これでもしね、彼のね、転属先がね、静岡のね、清水区でもね、もうこれでもバッチリですよ。歩道橋で参ることもありません。もう、なんて親切なね、チャンネルでしょう。なかなか言われませんよ。こんな歩道橋の渡り方までね、調べてくるところなんでね。これでどうしましても全然違う方角やったり、岩田市とかって言われたらもう何も、あれもないですけど、浜松ではないはずです。一応浜松って聞いたら浜松ではないってことだったんでね、これ静岡市だと思うんですけどね、まあ、静岡市も広いですからね、これが静鉄桜橋駅なのかな。結構自販機しっかり揃ってますね。いろいろ入ってるじゃないですか。買ってとこかな。あ、いや、その前に、ね、来ましたからね。あれ？っていうか、いつの間にか入江岡を通り過ぎてたんですね。10円分歩いた。ね、新静岡。いや、電車って偉大ですね。で、クリアファイルとか売ってるんですね。決め付きホルダー。よし。チャージしときましょうか。行きましょうね。もうだいぶチャージしましたね。そう、ここから渡ってこう行くと清水の方に行けるらしいんですけど、こんな細そうなんね。でこっちの方に行くと草薙新静岡ってなって、こっちでいいんやな。今この静鉄さん乗っとってね、驚くのがね、途中駅もね、えらい利用者多いんですよ。まあ140円からですから、ちょっとの足でね、使いやすいっていうのはあるんでしょうね。アスナロー鉄道は初乗り200円ですからね。片道だけやったらいいんですけど、往復だったらね、140円やったら往復で280円ですけど、ね、あっちだと、200の400円でしょ。往復280円か200、往復400円かはね、大きいと思いますよ。まあ、砂の鉄道もね、あれで、15分に1本間隔でね、日永と四日市の間はね、1日4、ね、1時間4本あるから、まあ、すごいっちゃ、ね、頑張ってっちゃ頑張ってるんですけどね、さっき乗っとっても思ったんですけど、世代も年代もね、いろんな方が乗っておられるんでね、あ、本当に地元の足として活動して、開拓してるんだな、っていうのがね、感じられる路線なんでね、やっぱいいですよね、そういうところ。うん。私らなんて言うてね、そんな毎日やって絶対無理ですし、ね、年に、ね、数回乗りに来れたらいい方ですからね、こういうところにね。ホームの幅もね、今外れてきた駅の方でもちゃんと広く取ってありますしね。さっき、途中で見とったやつですね。ずーっと見とったですね。へえ。おいしそう。